お家に帰ってきました。いっす。こんばんは、エミッチのイベント来てくれてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。お邪魔しました。こんばんは、皆さんこんちくは。はい、どうも。今日はエミッチバースデーイベントお疲れ様でした。ありがとうございます。エミッチも配信終わったとこかな。お、ヨシアキくんのファンレベルが上がりました。リナッチ応援隊になったって、ありがとうございます。おめでとう、いつもありがとう。リナッチは天満におったんやね。そうそうそう、天満橋。え、天満橋と天満って一緒なん？大阪城ホール、ほう、情報はあれやな、桜が綺麗な時に大阪城公園の方に行ったな。懐かしい。あれももう3ヶ月以上前か。時の流れが早すぎるよ。あ、天満橋と天満は結構違うやって。んじゃあちゃうわ、二駅。せやんな、確かに天満は JR やもんな。あ、他の行き方もあるのかな、分かんない。あ、けど私が今日いたのは天満橋です。大阪駅と新大阪駅ぐらいちゃうかな。あれは隣の駅か。うーん、何をしてるの？あ、髪の毛下に落ちてたから撮ってた。よう落ちるねんな。ウルトラソウルを生で見た。おお、盛り上がった？まあ、盛り上がらんわけないよな。埼玉の玉ねぎちゃん、かわいい。ありがとう。お、一番前でリナッチ見れてよかったです。イエーイ、めっちゃ近かったよな。楽しかった。え、みちはショールームお誕生日イベントが22時までだったので、もう配信は終わってます。それで来てくれたのね、ありがとう。そっかそっか、なるほど。この周り片付けるわ、ちょっと。お、劇場までの動画見たよ。暑かったでしょう。そう、あの日さ、めっちゃ暑かった日やねん。ありがとう。何のことって思った人は私のツイッターを見てみてください。あの舞台の場所が王子小劇場ってとこなんですけど、そう、そこまでの案内動画をね、私と同じ役の風子ちゃんでね、私含め4人で紹介しまして、ああもうあれよ、日傘しか勝たん人間の私にとってはもうあの暑さはもう溶ける溶ける。だから私は着物ってこうなってるじゃないですか、こう
こうしながら歩いてた。そう、みんなで仲良く動画を撮影したので、よかったら見てみてください。暑かったね、あの日は本当に。そう、なんかもうツイートすることがさ多すぎてさ、もうマジでツイッターが情報で溢れてるねんけど、ごめんな、なんとか追いついてください皆さん。この季節に着物は相当暑そう。そうね、でもガチガチ着物じゃないから、その下のね、何、いろいろ着たりとかタオル入れたりとか、なんかそういう分厚いものじゃないから、まあ、まだギリギリ大丈夫けど、暑かった。そう、えみちの今日やったイベントは、そう、楽しい演技企画でしたね。そうそうそう、なんだっけ、アクトカードってやつだっけ。あのさ、みんな知ってるかな、例えば名前じゃない、はっていう、はっていう、その二文字で感情を表すねんけど、それをみんなが当てるっていうゲームなんですよ。はーのお題には怒ってるはーとか、呆れてるはー、あと何、疲れたはーとか、そういうはーで言える感情を項目が6つぐらいあって、それを言ってみんなに当ててもらうっていうね、ゲームをしました。めっちゃ楽しい。まあ私あれずっとやってみたくてさ、そう、どの歯でしょうってやつ、そう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 、めっちゃおもろかったわ。大まか私のやつは見てくださった方にはね伝わってたので、ずっとやってほしかったですね。私もあれなんか普通に友達とかでやりたい。あ、 YNN でよくやってるだって。は？え、そう、私のお題、私が引いたお題は怒ってるはでした。山ちゃん、だるまありがとうございます。ありがとう。ディズニーシーから帰還しました。おお、楽しかった、いいやん。でも日曜日すごい混んでそうだけど、どうなんだろう。楽しかった。テレビでやってた、その企画。はあ、なんか綺麗なもの見て、はあと、はあとかね。そうそうそう、あれはおもろかったわ。山ちゃん、ハートありがとうございます。ありがとう。ぴょんぴょん飛んでるハート。ん、マジ？ソアリン150分くらい並んだ。マジで？え、でもあれ並ぶ価値あるよね。ああ、いや150分はちょっと長いけど、私そんなそこまで並ばなかったかな。うん。え、けどマジですごいよな、ソアリンは。みんなも一度は乗ってみてほしい。
ふわって上がる瞬間に大体多くの人がはぁーって言うし、終わった後はみんな拍手が起こる。ね、ほんと飛んでるよねあれ。冬に外で息を吐く時の歯、はぁってあんま言わんな。でもジェスチャーしたらあかんからむずい。何パターンでやったの？6個ぐらい。お題としては3つ4つやりました。でもほんとあっという間だったけど、1時間半ちょいあっという間でしたね。この配信を見てる中で来たよって人ありがとうございました。暑い中大変だったでしょう。でもねめっちゃ綺麗なね場所でね、すごい良かった。配信で続きが始まった。えみち配信してんの今。昔サダのはるちゃんがやってた。おお、そうなんだ。大阪おったけどナンバおった。今日ナンバ行けなかった。今日は梅田フラフラしました。なんでだろうね、あの大阪に来ると服を買ってしまうっていう。正直言って渋谷まで出たら同じ服売ってるんよ。同じ服売ってるねんけど、あれなんよ、あれよ、あのヘップで買うとさ S ポイント貯まるじゃないですかS ポイント貯まるから、ちょっとまた大阪来た時にあの使えるからさ。渋谷の109って多分そういうのないんだよね。ショップとしてのポイントはあるけど、そういう館内で使えるポイント、そう、 S ポイント知ってる人おらん？ S ポイントカード、そう、今日はだから本当なんだかんだでね、ちょっとしか梅田は回れなかったね。あはーの企画、あーそれ今日イベントでやったやつを今ここで続きで始まったっていうのを言ってくれたね。あーすまんすまん、理解が。はい、私は今東京に着きました。お疲れ様です。終電ちょい前か。気をつけて帰ってね。こんばんりなっち、どうも。そうネットでもいいんだけど、いやどうしても S ポイントを貯めたいじゃないですか。りなっちこんばんは。今日はお疲れ様。私一部に行ったから会えなくて残念やった。そうか、またどこかで会いましょう。一部も楽しめたかしら。一部はお昼にやってたんかな。梅田はヨドバシカメラ行くと時間かかってしまう。ほう、何か見るものがあるんですかね。確かに S ポイントの S って何？なんだ？ S ポイントの S、使えるのは阪急阪神、ヘップ、あと阪急三番街とか、あ、そうそう、 S ポイントは阪急阪神グループ施設やさまざまなシーンでたまる使えるポイントです。そう、大阪のねセブンイレブンとかでもね結構使えたりするんですよ。貯めたり、マジでコツコツ買い物してたら結構たまりますよ。あ、阪急の紀伊国屋とかでもたまるし。 S ポイントカードはめっちゃいいよ。
大阪にいて梅田行くなら絶対作った方がいい。セール最終日のララポートは激混みでした。そうだよね、絶対人多いよね。ヘップも結構多かったもん。学生かなあれは。うん、店員さんに話しかけるの苦手でネットとかで買っちゃいます。そっか、私もネットで買う時もある。でもネットで買う時のさ、あのワクワク感私すごいんだよね。わー、どんな服かなって、わ似合うかなとか、大丈夫かなっていう、それ結構ある。今んとこ失敗はしたことないです。うん、でも今日はそのちゃんと試着して、てかそもそもまずその服目星つけてて、着て見て可愛かったら買っちゃおうかなっていう。でもここ最近買った服で一番値段がするものだったので、大事に着る、大事に着る選抜の一軍とか一軍を超えた特別選抜の服ですね。はい、楽しかったよ、我が息子も一緒に厚かましく行かせてもらってん。あら、いいですね。ほうほうほう、ママなのね。はんはんはん、いいね、可愛いんだろうな。ポイント貯めたいけど結局使わずに有効期限迎えちゃうパターン。うん、たまにさ、そのお知らせしてくれるとこもあるじゃん。サンリオとかはそうなんだよね。スマイルポイントとかもうすぐなくなるよって。そうそうそう、ポイント貯めるの好き、めっちゃ好き。フォローしました、 ありがとうございます。よかったらコメントしてください、待ってます。お、 SCENE なんて読むんやろ。すえ、なんて読むんやろ。S、 なんて読むの、ちょっと調べよう。あ、間違えた間違えた。シーン、あ、シーンって言うんや、なるほど。関西のさまざまなシーンでご利用いただけるスペシャルなポイントサービスらしい。結構無理やりな名前やったな、 S ポイントカードって。なんかもっと大阪にかかってる名前なんやと思ってたわ。ゆうかちゃんのファンレベルが上がりました、おめでとう、ありがとうありがとう。ネットで調べてお店に行って比較して買う、いやほんとね、それ結構あるかな。2パターン必ずあるのよ。ネットで見て可愛いなと思って実際お店行ったらそうでもないパターンと、ネットで見てまあ可愛いけどでもまあこれは買わんかなって思ってお店行くと、あ、めっちゃ可愛いじゃんみたいな。試着はしますね私。うん、超選抜代打の切り札っていうの。山ちゃん、なんだ、短冊ありがとうございます、ありがとう。ブーズイチェンジさん、水色の短冊ありがとうございます、ありがとうありがとう。なんかコメントがめっちゃ流れた。シーン
と読むってさ、まあ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 分かったんだけどさ、 SC なあ、やこいな、よく分かんないやそれは可愛いのよ、親バカ。8ヶ月でございます。わお、8ヶ月生まれたて。そうなんだ、いいんじゃないですか、いっぱい愛してあげてください。8ヶ月ふい、今月執行するポイントは7ポイントですみたいなね。そうそうそう、で大体そういう時ってそんな溜まってないんよな、ポイントザッチ君のファンレベルが上がりました、だって。ありがとう。いつもありがとうございます、おめでとうございます。リナッチも実物いいよね、ありがとうサイエンスって C 入るっけ。ほんまや、入るやん。ダメだこれ、私もうダメだ。うん、映画のワンシーンの深夜で、いやそれは分かったよ、分かった分かった、はあ、最悪や。シーンっていうブランドあるの？知らんかも。そうなんや、ごめんなさい、疎くて。ダメだな、分かってるってありがとう。そうだから、私の服にはね、選抜があるんですよね、やっぱ。みんなはどない？だから、まあよく着る一軍と言われる服ですね。で、その次二軍が、あんまり着ないけど、まあ組み合わせ頑張れば着ようかなみたいな。この2軍をもっと減らさないとダメなんですよ、私の場合は。2軍が多すぎる。で3軍はもう5、6年前に着てたリズリさんの服ですね。もう着ない、着れないんだけど、でも可愛すぎて捨てられない。これはこんだけ可愛い服はもう私の中ではもう出会えないと思ってるから、これは本当に大事に取っておきたいなっていう。三軍という言い方して悪いけど、でも本当大事大事で、一軍を超えた、まあ特別選抜ですね。選抜はもう本当に一軍より質のいい服で、で、まあ、しょっちゅう買わない、大好きだけどバンバカ買わない、大切にしたい服。うん、まあ例えばだからなんだ、友達と遊ぶとか、何かあった。